ミハイル・スースロフ、ミハイル・アンドレイエヴィチ・スースロフ、1902年11月21日から1982年1月25日は、ソビエト連邦の政治家、フルシチョフ、ブレジネフ時代のソ連共産党イデオロギー担当初期、クレムリンに君臨し、その黒幕的な役割から、灰色の数奇鏡、影の実力者の異名を取った、ロシアの 現在のウリアノフスク州に、オザクミノリの家庭に生まれる。1921年、ロシア共産党、ボリシェビキに入党した。1928年、プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学を卒業する。さらに1931年、共産主義アカデミーを卒業。同アカデミーでは、スースロフが後に、共産党の理論家として活躍する素地を形成した。 1931年アカデミー卒業後、ソ連共産党中央統制委員会に入り、NKVD の高官として1930年代のヨシフ・スターリンの大粛清に参画、レフトロツキー、ニコライブ・ハーリン、グリゴリー・ジノビエフ一派を粛清した。1937年ロストフ州党、初期、1939年スタブロポリ地方党第一初期を歴任し、 焦燥の投官僚として昇進を重ねる。第二次世界大戦時には、スターリンの指令の下、チェチェン人、イングーシ人などのカフカース地方の諸民族をカザフに強制移住させた。1944年ドイツから脱会したバルト三国の一つ、リトアニアに共産党リトアニア議長として入り、再度の社会主義化に着手すると同時に、約6万人のリトアニア人を、 リトアニア民族主義者の楽院の下、シベリアに送った。第二次世界大戦が終了すると、スースロフは再びイデオロギー分野に戻る。1946年共産党中央、委員会宣伝部長、1949年、共産党機関紙、プラウダ編集長、1950年、マルクスレーニン主義研究所所長を歴任した。 1947年のコミンホルム結成や、1948年から1949年にかけてヨシップ・ブロズッチとを率いるユーゴスラビアに対するコミンホルムにる制裁に大きな役割を果たした。1947年には、党中央委員会初期、1952年に政治局員に選出された。1954年、 ソ連最高会議連邦会議外交委員長に選ばれる。スターリンの死後に政治局員を解任されるが、1955年には政治局改めて幹部会員として復活した。スターリン亡き後の権力闘争、1957年の半島グループ事件などでは、ニキータ・フルシチョフを支持した。スースロフは、1964年10月のフルシチョフ、解任役を、 アレクセイコ水ンと共に直前まで知らされていなかったことがペトロシェレストの回想録なドラ明らかになっている。スースロフ以降、イデオロギー担当初期は政治局員と最高会議連邦会議、外交委員長を兼ねて第二初期とみなされるようになり、ユーリアンドロポフ、コンスタンティンチェルネンコ、ミハイル・ゴルバチョフの先例となった。 1956年のハンガリー動乱及び1968年のチェコスロバキアのブラハの春の弾圧や1979年のアフガニスタン侵攻、1981年のポーランド軍政施行など制限主権論に基づくブレジネフドクトリンを編み出しネオスターリニストとしてソ連外交を高波路線で衝動した。1968年には 日本共産党との関係正常化のために訪日したが、日本の声派との断絶問題で合意が成立せず、正常化はならなかった。1982年1月25日、心臓病のため死去。79歳没。キングメーカーの地位はドミトリー・ウスチノフに受け継がれた。スースロフの葬儀は大々的に行われ、1953年の スターリンの葬儀以来最大のものとなった。ソ連全土で4日間の服務期間が設けられ、1月29日の葬儀の日には小学校から大学まで休校となり、モスクワに出入りする道路は完全に封鎖された。ソ連のすべてのテレビ局が赤の広場で行われた葬儀をソ連全土に中継で放映した。遺体はレーニン病裏野に埋葬された。スースロフは存命中に、 いくつもの勲章やメダルを授与されていた。社会主義労働英雄2回、レーニン勲章5回、10月革命勲章、および一等祖国戦争勲章が1回ずつ授与された。ソ連科学アカデミーは、カール・マルクス金章をスースロフに授与した。他にもドイツ民主共和国、モンゴル人民共和国、チェコスロバキア社会主義共和国の最高賞を受賞していた。ススロフは、 とかくミウのスキャンダルが絶えなかった、ブレジネフ書記長に降りかかるヒノコを振り払うのに、強いリーダーシップを発揮したと言われている。実際、スースロフの死後、ブレジネフ周辺には、汚職追求の捜査の手がどんどん狭まっていくことになり、逮捕者、自殺者が続出した。さらに、本来最高機密であるはずの、そうした情報が、地区一、モスクワ市民や、西側メディアの知るところとなり、 その黒幕は、ユーリ・アンドロポフ国家保安委員会、KGB 議長であると囁かれた。スーソロフの死後、ブレジネフは、急速にその求心力を落とし、同年11月に死去。そして後継者となったのは、アンドロポフであった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。